皆さんこんばんは、リサです。はい、ということでですね、今日の動画もタイトル、サムネ通りなんですけども、ロレアルパリのね、メイクすごく好きで愛用して使ってるものたくさんね、あ、見えちゃってる、あるんですけども、ロレアル、ヘアは残るんですけども、メイクの部門がですね、今年で年内で国内での販売を終了するというね、そういうお知らせを何で見たのかな、まあ、ツイッターとかだったのかなで見まして、なんかすごい悲しい気持ちになっちゃったの。普段から結構お気に入りで使ってるそのメイクのアイテムもあったし、まあ、ヘアは残ってくれるから嬉しいんですけど、今日はねちょっとロレアル納めということで、ロレアルのね撤退してしまうコスメたちを使って縛りでメイクしていきつつ、これはね撤退前にぜひ買っておいてほしいよっていうものも、はい、厳選して紹介していきながらレビューしてメイクしていきたいと思います。はい、というわけでじゃあ早速いってみよう。はい、じゃあ早速で使ってやっていこうと思います。で、じゃあ最初下地、これ使っていこうと思います。はい、インファリブルラスティングプライマーということで、ロレアルパリのコスメというかメイクの中ではインファリブルっていうこのシリーズが結構人気だったんじゃないかなと思うんですけど、それの下地です。で、これは白いんですけど、もう伸ばすと全然色がつかないような、そんなやつで、すごい乗せるとサラッとします。今の時期にすごくいいやつかなっていう感じです。テカリにくくサラッと仕上げてくれるような、なんかそんなやつです。まあ補正の効果はないので、まあ塗って色が変わるっていうことはないんですけど、サラッとしてくれるんだけど潤いが全然ないっていうことではないので、なんか物によっては乾燥しちゃうから、こういうテカる鼻だけとかテカるこういうとこだけってね、塗るものも私中にはあるんですけど、これは全然全顔塗っても乾燥するっていう感じはしないので結構好きです。次、ファンデーションは同じく、はい、こちらもね結構人気だったかなと思うんですけど、フレッシュウェアファンデーション130番のトゥルーベージュです。本当のベージュ、こんな感じでちょっと緩め、これぐらいの方が私は伸ばしやすくて好きです。あ、色は大丈夫そう。ネットでねファンデーションを買うときはすごく悩むんですけど、こう色味のチャートがちょうど載ってて、私ピンク味だとどうしても合わないし、黄色すぎても合わないので、まあ大体ちょっと明るめのベージュを選ばせていただくんですが、大丈夫そうです。色味は明るすぎず今のトーンに合ってるようなカラーかなと思う。今回色選びは成功ってことでいいんじゃないでしょうか。伸びも良くて良いです、久しぶりに。そしてこちら&B のスポンジ、柔らかくて好きです。こちらを私濡らしてるんですけど、リキッドのファンデーション使ってこうやってなんかメイクしてる動画を撮るのすっごい久しぶりな気がします。なんか普通の実生活というかでは、まあなんか時々やったりするんですけど、最近クッションとかが多かったんで、めっきりね昔ビューティーブレンダーばっか使ってましたけど、そういうのをねあんまりこう使わなくなったし、動画でも出さなくなったんですけど、これすごく良いです。このクッションじゃないや、このスポンジ柔らかくてすごい好きです。はい、こんな感じです。まだちょっとね肌荒れが感知はしていないんですが、いい感じでカバーできたかなと思います。で、なんかやった後もフィット感はあって、ペタペタしない感じなので、私結構このファンデーション好きなんですよね。他の色で使ったことあったんですけど、今回130番をね自分で買ってみたんですが、結構好きです。こんな感じです。はい、でなんか割とサラッと仕上がったので、パウダー働かなくてもいいんですけど、インファリブルねすごく崩れないシリーズということで有名なので、パウダーもゲットしてみました。はい、このシリーズ、ロレアルパリインファリブルフィニッシングパウダーの1番でございます。もうこれは白なので、本当にもう色がつくとかそういう補正をしてくれるっていうものではなく、はい、で2層式になってて、下にねパフが入っております。ちょっとカーテン閉めて、あ、カーテン閉めてね。こういう白のプレストのシリーズだと、まあナーズだったりとか、あとどこだろうね有名なので、結構まあ韓国コスメでも、まあルースもそしてプレストも結構こういうタイプありますが、色つかずこうテカリを抑えて長時間メイクを持ちをよくしてくれるよっていう、そういうやつですね。本当に色はつかないです。こんな感じで、なんか前この眉毛の上のところがテカってると
ツヤじゃなくてテカリに見えるって言われたんで、しっかりこうパウダーを抑えるとき、私は眉毛のこの上のところはしっかり抑えるようになりました。確かにそう言われてみるとそうかもしれないって感じで、ここ、乗せていくとちょっとマットになったかなっていうのが伝わるかなと思いますが、あんまり残ったのでちょっとあれだけど、乾燥してきちゃうんでやっぱ結構、まあいっぱいつけるとそれなりにマットになりますが、別にもっと薄くのせてつけてあげればそこまでなんかめちゃくちゃ目立つって感じではないけど、まあだいたい白いこういうなんだろうな、テカリ防止してくれるパウダーってそんなに飛び抜けてどこも変わんない気がするっていうのが私の正直な本です。ちなみにここ中鏡もついてました。超いい感じ。はい、すごいサラサラになりました。はい、サラサラフェイスというところでベースまで仕上がって結構いい感じになっております。はい、ということでじゃあ次に参りまして、次は全部今回のねために新たにゲットしたものが 99.9% なんですけど、そうしたらじゃあ次眉毛描こうかな。で眉毛はねもうなんかAmazonとかでも結構出てる量が少なかったので、本当にね店頭に置いてあるもので販売終了して終わっていくよということで、新たにはこう入ってこないのかなっていう感じしたんですけど、レビューでは結構良かったです。私これ使ったことあると思うんだけど、ロレアルのブローアーティストです。ちょっと届いてみたら明るい色だったかもしれない。でもねなんか売り切れててあんまり選択肢がなかったんですけど、ブローアーティストデザイナープロの4番です。こちらははいのカラーでして、でこれ両方ねなってるんですけど、片方ははいこのような形で三角で、反対側がスクリューのブラシになってます。はい、スクリューのブラシもしっかりしてていい感じ。はい、粉がいっぱいついてるね。一旦落として、眉毛の描き方はいつもと同じ、よーよよ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 何？ちょっと静かにしてびっくりする、よちょっと芯固めな感じ、色もドバッとつかないのでそんなに失敗しにくいかも。でも最近使ったものの中では結構固めかもしれない。はい、こんな感じ。ちょっと明るかったけど今色が抜けてきて結構明るいからまあ平気かなって感じ。はい、こんな感じで、なんかちょっと思ったより描きたかったんでそんなにすっごい描きやすくはないかも。最近私ヒンスの、ペンシルにすごくハマってて、あれをずっと使っててめちゃめちゃ描きやすいんですけど、こちら少し固めかもです。はい、そんな感じでございます。はい、眉毛まで描けまして、最近の中で一番明るい眉毛になってる気がする。次はアイシャドウ行こうかなと思います。アイシャドウは私限定で出てたクリスマス頃に出たパレットすごい好きでよく使ってたんですけど、今出てるものだとこのシングルのものがあったんで4種類を買ってみました。キラ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 っていうことで、これ使ったことあるんですけど発色がすごく良かったという記憶です。あ、いい感じに仕上がりそうなセレクトしたかもしれん。はい、こんな感じでこの色結構使いやすそう。一番こちら側から一番端のカラーがオイルシャドウの2番、隣のオレンジが10番、そしてちょっと赤みオレンジ入ってる茶がこちら12番、ゴールドですねこちら、33番。この2番のカラーがすごく使いやすそうな予感。ではマリリン先生のブラシにのせていきましょう。うん、いい感じの色味です。オレンジにすごい合いそうな感じの色だね。いい感じ。下にもふんわりのせちゃいます。結構この色私好きですね。はい、じゃあ次はオレンジをのせていきます。あ、でも思ったよりは程よいかもしれない。馴染んでくれていい感じのオレンジ。あ、すごくここの2番と10番かなの相性が良い気がします。これらはねラメは入ってないです。うん、マット。はい、じゃあブレンディしていきます。
フレンディ濃いお色12番を目尻側に。うん、かわいい。マットなんだけど、そのオイルシャドウっていう名前だけあってちょっとしっとりめに作られてるのかな。なんか粉飛びする感じとかもないし、フィット感はあるけども、こういうタイプでもっとクリーム寄りなものもあるけど、これは粉寄りなので、あのブレンディングとかもしやすいような、そんな感じです。から、今の濃いカラーを下まぶた側にも乗せちゃいます。いやでもこうやってなんか昔からあったものがなくなっていくっていうのはちょっとなんか寂しい気がするね。まあ海外に行けばね、まあ全然ね、いつもの通りにスーパーとか行けばコーナーにね、まああのいらっしゃるのかなっていうのはあるけど、なんか日本で気軽に買えなくなっちゃうとなると、ちょっと一気に寂しい感じがしちゃいます。最近メイク落とし、こういうのやった時にアイシャドウとかだったら乳液で落としてます。結構ね、あの擦ってたりすると結構負担になるんで、愛用のいい肌を使っております。はい、ということでアイシャドウやって、で次ね、本当は私ブラウンが好きなんですけど、なんかなかったんだよね。なのでこちら、はい、アイライナー、こちらはですね、スーパーライナーのベルマティックペン1番のブラックアイコニック、黒なんですね。はい、でこれ後ろにこうやって削るのがついてるから、いつでもとんがって使えるよっていう、そういう製品でございます。で最初もね、このような形になってます。黒って最近なかなか使わないから、でもほんと埋めるだけって感じがいい。私本当にこれ多分人よりも敏感なんだけど、目元のメイクを自分でやるのもあんまりだし、人にされる時も結構涙が出ちゃって、なんかこう撮影とかでメイクさんにメイクしてもらったりする時に、なんかすごい異常にマスカラとかアイライナーやってる時に目パチパチしちゃって申し訳ないなと思うんですけど、なんかこれね、多分過敏なんだよね、この感覚が。すごく本当申し訳ないなとは思いつつも治らない、全く治らない。やっぱスネコスとかもここら辺打つときすっごい涙出ちゃうんだけど、普通の人より多分なんか過剰かもしれないなと思いつつ、はい、なんかツンツンツンってやりながらやってって、あんまり強調したくないので、本当ね、ブラウンが良かったんだけど、良かったです。ロレアルのメイクって何が一番有名だったんだろうね。私の中ではリップがすごく有名というか、よく出していたなっていう印象だったんで、その今回は多分撤退になったのって、結構コロナでリップとかする人が一時期今よりドーンと減ったと思うんだけど、それがね結構最後の決め手だったんじゃないかなってちょっと思うところがあったんだけど、なのでリップなのかなっていう感じ。まあでもそのインファリブルのシリーズとかは結構人気だったんじゃないのかなと思うんだけど、よくわかんないね。まあでもロレアルはメイクは日本から撤退するけど、ヘアとかはね、あの順調で、まあヘアオイルすごい人気だし、私もあれ大好きだけどっていう感じなので、まあやっぱりみんなのなんかお金のかけどころみたいのがちょっと変わったりとかっていうのもあったのかなーなんていうのは推測するけど、まあ多分そういうのもあったりっていうのもあるけど、ラデュレも撤退になっていくと思うけど、ラデュレもやっぱりあのコスメすごく有名なところじゃないですか。でコスメだけだとやっぱり厳しくて、マスクの影響もあってスキンケアとか一時期すっごい伸びたかなと思うんですけど、そういう時にやっぱりコスメだけ出してたところだとかなりその売れなくて大変で、あのっていうのが多かったみたいっていう話はなんかちらっと聞いたんだよね。すごいやっぱリモートとかになってくると、なんかメイクとかもそんなさっとだったりとか、あとはまあマスクするから目元はするけど、まあ、ベースとか薄めでいいしブラッシュとか使わないよなみたいなのも、やっぱりそういう影響もかなりあったんじゃないかなっていうのは聞いてて、なんかちょっと寂しくなっちゃったなと思ったんですけど、まあでも
なんだろうねまだまだマスクが終わる気が全然しないんだけど、年単位で全然しないんだけど、そのうちまあ大丈夫だねってなってくる何年か後かわかんないけど、とかなったらやっぱりもっとリップだったりメイクだったりコスメのねあれの熱がより高まってくんじゃないかなっていうのは思ってます。はい、ということでなんとか引いた、やりました、黒ちょっと本当にビビビビビって埋めてやったぐらい、はい、でございます。そしたらゴールドを、このゴールドちゃんを中央乗せます。あのネイルのエッシーも絶対なんだね。でもなんかそのコロナになった影響で今まで売れなかったものが逆に売れたりとかそういうのもあったんで、悪いことだけではなかったかなと思うんですけど、ネイルもねジェルネイルとかよりかは家でできるタイプのだったり、ポリッシュがちょっと人気が出たなんて話を聞いたけど、でもエッシーは撤退だそうです。下まぶた目頭にちょっと細めのペンシルっぽいやつでのせます。まあ、広がっちゃうと嫌なんで。はい、オッケー。そしたら次ビューラーしてマスカラいきます。いやでも本当にこのロレアルが撤退すると聞いて、私結構愛用してるリップなんだけどがあったから結構本当になんか衝撃で、ラデュレもね私ベスコスに下地選んだからちょっと衝撃だったなと思ったんだけど、もう自分が YouTube 始めてからまあいくつかのブランドを日本から撤退してたなと思って、まずブルジュアでしょ、あとバーツピー、あと何だったっけ、なんかいろいろいなくなったよね。あ、ニクスもいなくなったし、まあ他にも多分ねたくさん来たりいなくなったりっていうのはねあるかなと思うんですけど、時の流れを感じるなっていうのすごくあります。それぞれなんかこうこのブランドでこれ好きだったなみたいのがやっぱちょいちょいあったりっていうのもあったんで、まあ海外行ったら本当に嘘みたいにすぐそこら辺に売ってるんだけど、まあ今なかなかね行けないっていうのもあるので、いつか行った日にはうわー撤退したやつがめっちゃあるわーっていうのでちょっとはしゃぎたいなっていう風に思ってます。そしたらこれ懐かしい、私昔よく使ってたね。はい、ロレアルパリフォクシールコルセットの1番のブラックマスカラ、これちょっと細身で少しカーブがかかってて塗りです。入ってきて嬉しかったブランドって逆にみんななんかある？私はトゥーフェイスとか来てくれてすごい嬉しいなと思った。ラブライトハイライターをはじめリップの、メルティットも好きだし、意外と私ベスコスに選んだけどコンシーラーもカバー力高くて好きだし、ファンデもボンディスベ結構いいし、アイシャドウも可愛いです。まだねこれからきっと将来わここのが来たんだってなることもあると思うけど、そうするとね競争になってくるかも、また大変だなってところあるけど、なかなか高いコスメって難しいよね。今やっぱ韓国コスメみたいなお安くてもいいのがたくさんあるからさ、そうなってくるとなかなか難しいんだろうな。 OK、 そうしましたらじゃあ次はですねブラッシュ、そう始まりました。そう、私が好きなロレアルのアイテム、まあ他のやつも使ってみていいなって思ったのあったんですけど、私がやっぱり激推しするのはですねロレアルはブラッシュ、ハイライター、リップなんですよ。この3つが私はすごく好きで、で中でもこれ他のカラーも持ってて今回は2色買ったんですけど、はい、このシリーズですよ。はい、ロレアルパリブラッシュ8番と10番なんですけど、絶妙です、すごく見た目も綺麗で、はーい、はい、ときめいた人コメント書いてください。かわいいね、何でも使えそう。そしてこれはもうちょっと明るめの、はい、ポッピーなカラーとなっております。はい、チークはですねちょっと私のこの気に入った方のこちら、まずもう見目麗しいですし、こちらパールが入っておるのですが、8番のシティエクスプロレール読み方わかんない、まあ8番、これはねツヤタイプと書いてあります。本当にですねあのこのブラッシュのシリーズはどのカラーも本当にいいです。見てください、かわいい、何これ、ゴールドラメが入ってます。
すごく素敵です。ナーズのブラッシュにもちょっと似てるところがあって、はい、まあ激安っていう値段ではねない価格帯だと思うんだけど、ロレアルって。でもその中ではすごくデパコスみたいな存在感ですごく私は好きだったんですよね、ブラッシュ。なので撤退前にぜひ皆さんに買ってほしいロレアルのメイクの製品、まずはブラッシュです。でこれも結構カラーがたくさん出ているので、どれも本当にすごい可愛いんですよ。まあこういうなんかちょっと使いやすそうな、何にでも合わせやすそうなカラーから、ちょっと濃いめのテラコっぽいのもあったりですとか、本当にさっきみたいなポッピーなカラーもあったりですとか、おすすめ。ブラッシュほんと可愛いです。なのでぜひ撤退前にゲットしていただきたいです。まあまだネットでも売ってるけど、ネットほんとねなんか少なかったよ。なんか店頭っていうとどこで売ってんだろう、ドンキホーテ屋さん電動で売ってんのかな。はい、なのでこちらおすすめでございます。1個目、ロレアルのブラッシュ。はい、で続きましてなんですけど、これ私めちゃめちゃ愛用してました。同じ形なんですけど、こちらハイライターですね、バーブラッシュの15のパッショネイトハイライター。これもすごく素敵なんですよ。はい、こんな感じなんですけど、ごめんなさい爪が伸び伸びでちょっと意識低い系女子ですけど、こんな感じのお色味です。最近はすごくプチプラもハイライター素敵なやつたくさん出てると思うんですけど、なんか粉がちょっとしっとりめでパサパサしてなくて、私このハイライターすごい好きで、使ってたんですよ。古くなって捨てちゃったんです。今回新しく買ったんですけど、これもすごく綺麗です。うん、いい、一気にツヤ職人。うん、全然ね違うかなと思うんですけど、そこまでパール感強いって感じでもないし、そこまでピンク感が強いって感じでもないので、程よく効かせながらなじませてくれるような、そんなハイライターで私はこれ結構好きでよく使ってました。プチプラの価格帯って言っていいのか分かんないけど、中では結構好きなやつ。セザンヌかキャンメイクだったらセザンヌ派なんだけど、またちょっと色味の感じが違うのでまた好みが出るかと思うんですけど、これ本当になんか合わせやすくて、トゥーフェイスのラブライトハイライターのもう一個のやつの方とかにもちょっと似てるかもしれない。可愛いですね、非常に良いです、良いです。すごく悲しいね、いいなって思えば思うほど悲しいっていう悲しいスパイラル。でも涙を拭いてみんな、まだあるからね、まだ売ってるからね。はい、だいぶ顔できてきましたけど、ちょっと眉毛は後で自分ので直すわ直させていただくわ。最後リップ。リップは本当に好きなものたくさんあるんですけど、私がこれお気に入りとかでも出してたアイテム新しく買ったんですけど、はい、また似たようなカラー買ってってお母さんに怒られちゃうみたいな感じだけど、ちょっといろいろ買ってみました。はい、こちらですね、これマットタイプなんですが、いやー、ロレアルパリルージュシグネチャーのこれは148138130で、私が普段よく塗ってんのはもうちょっと明るい色なんだけど、ちょっと今家出してんのよね、戻ってくるかな。これ普段私がよく塗ってるやつ146146も可愛いです。ちょっと塗ってみようか順番順に。すいません、なんかうちの犬が騒いでて、今日なんかねうちのマンションで外壁のチェックみたいなやってて、なんか打鍵器っていうの、なんか多分木琴のワチみたいなのかわかんないけど、それで壁をねカラコロカラコロカラコロコン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 ってやって、多分空洞になってないかとかそういう検査をやってるっぽくて、ずっとでなんか鼻マサがずっと切れてんだよね切れるな、こんな暑い中やってくれてんねんぞっていう話なんですけど、なのでちょっと犬がちょっと突然触ることがあるんですけど、それは外壁のあれに対してなので、ちょっと今日はご容赦いただきということでよろしくお願いします。あ、これも可愛いな、やっぱやっぱりないちょーい、自分で自分を褒めちゃうスタイル。はいはい、どれもねもう本当に私が好きな色。こちら側から130番、お隣が138番で、よく使ってるこれが146番
でこちらが148番ということになっております。どれもいいよね。まあこれが結構パプリカって感じだけど、この端の130番もすごく可愛いし、こちらもちょっとダークめのもすごく可愛いんだけど、今日のメイクはどちらで参りましょうかねっていう話になると130番かな。ちょっとね、外にこのまま出るとね、怖いなこの顔の人っていう風に思われるかなっていう色ではありますけども、私これ大好きです。でこれインクみたいなサラッとしたタイプなんですけど、なんかこれがあんまなんかべしょってつきにくいアプリケーターっていうのかなになってて、ちょっとこうやってねカーブしてくれてて、先端尖ってるので非常に塗りやすいのがポイントです。あと発色がすごく良いです。でさらっと塗れるけど、そんなにすごい乾燥する感じじゃないので良いのですね。これなくなんのかいねって感じ。海外行ったら Nothing in guy here、だんだん新色も出るだろうし。実はこれのマットタイプですけど、ツヤタイプっていうのもあって、そちらもよく使ってましたね。うん、あっちもすごい好き。まあでもやっぱりマスクしたりとかっていう機会が増えるから、やっぱツヤもの使う機会が減っちゃって、こっちばっかり最近は使ってるんですけど、マジでこれが買えなくなるのが結構しんどいって感じで、しんどいって感じです。うん、よくやっぱお気に入りのリップってどうしてもなんかカバンとかに入れといたりしてなくしちゃったりとかがあるので、自分でまた買い直したりとかってよくするんですけど、あとは在庫限りってなってくのかと思うと非常に寂しい。うん、いいです。まあ香りはやっぱりちょっと甘い感じの、まあ言うたらトゥーフェイスドにありそうな感じがするので、そんな好きじゃないよって人もいるかもですけど、まあまあ OK っていう感じかな。整えてみます。はい、というわけでちょっとなんとかしてきたけど、ちょっと前髪のカールずっとかけすぎて根元すごいことになって、これここまでダウンさせるのすごい大変だったんですけど、まあそんなのはどうでもよくって、こんな感じです。はいはい、ちょっとおさらいしてみますと、まあ、今回全部縛りでメイクするのまず久々だったんだけど、使ってみて良かったもの。私結構この下地とファンデーションの感じ結構好きです。これ使って過ごしたことあるんですけど、さらっとした下地が好きって人だったらめっちゃいいと思う。テカるところに部分的にものせるのもいいし。まあでも全顔使っても乾く感じしないので結構いいです。で、この私インファリブルのファンデーションも結構好きで、まあのせ方だと思うんだけど、フィット感がある感じなので、まあめちゃめちゃカバーしたいって人だともっと重ねたりとか、他のものがいいかなって感じがしますけど、私はこれちょうど良かったんで、夏のシーズンとかすごいいいなっていう感じで好きです。まあパウダーは普通なので、特別激推しっていうことでもないですが、まあこれ塗るとほんとサラサラとなるのでいいかなと思います。まあこの中に鏡とそしてパウダーのこのパフもついてるので、これもいいかなっていうところです。まあ激安ではないので、まあライバルもたくさんいるところではあると思いますが、結構良いかなと思いました。でちょっとアイブロウは微妙だったね。なんかちょっと硬かったんで描きにくかったかなっていう感じがしたので、そこまで私は推しではないです。まあ、ペンシルも別にまあ普通ではあるんだけど、ちょっとカラーの選択肢がすごく少なかったのと、まあ普通っていう感じなので特別激推しっていうことではないです。まあ、アイシャドウは結構可愛かったんじゃないかなと思います。このマットなんだけど、このちょっとオイルのものなのか、質感がしっとりめなのでフィット感があってすごく良かったです。カラー的にはこのね、一番最初にのっけた2番、そしてちょっと濃いかなと思ったんだけど、オレンジ目が入ってるこの12番がすごく可愛かったかなと思います。まあもともと私が推しで好きであるこちらのブラッシュね、ブラッシュこちらがやっぱり私は推しなのですよね。すごい可愛い、マウスにありそうでしょ、こういうブラッシュと、あとはやっぱりこのハイライターもめちゃめちゃ名品だなと思ってるので、はい、こちらとこちらは本当に見つけたらすかさずゲットしていただきたいなって思うアイテムですね。デパコスのハイライトにも負けてないなって思うようなハイライトだし、このチークも本当にデパコス並みのいいやつかなと思います。はい、で最後リップは本当に全色ね塗ってはいきましたけど、まあツヤタイプもおすすめなんですけど、まあ、マスク皆さんすると思うのでこちらのマットタイプがおすすめではあるんですけど、これマジ本当にカラーバリエーション結構あるし、そこまでめちゃめちゃこうステイ
しすぎるっていうこともないのがデイリー使いで、私荒れないからこれ好きなところなんだけど、まあこれでもね、あの荒れる人もいるかもしれないけど、私これ塗ってても唇荒れたことがほぼほぼないので、なんかこう落ちにくさはありつつも、かといってこう擦らないと落ちないみたいなまでのステイ感はちょっとあんまり皮むきやすいんで求めてないので、ちょうど本当に程よくて、使ってお気に入りでね使ってるものだったんで、まあ、他の色も可愛かったから今回変えてよかったなと思います。はい、なのでまあ推しとしてはそんな感じでございます。特に推しはブラッシュ、ハイライト、あとリップ、まあでも他にもねベースのファンデーションとかも結構いい感じだったので、ぜひぜひ、もう本当在庫はけ次第こちらはきっとあの日本での販売はなくなってしまうということなので、まあ今年のね年内ってことだったので、ぜひぜひそれまでにゲットしていただけたらなと思います。本当になんか私このリップ出会った時でも、おーめっちゃいいじゃんと思ったし、やっぱり年間でこれめっちゃコスパいいじゃんとかめっちゃいいじゃんって出会うものってそこまですごく多くはないので、そういうなんか感動だったりとかを与えてくれたロレアルのこのコスメたちには本当に感謝しかないなっていうところで、今まで本当にありがとうございました。そして海外に行った際はまたよろしくお願いしますということで、はい、ロレアル納めということにしたいかなと思います。はい、ということでちょっとね悲しい気分にもなっちゃうんですけども、ぜひぜひ皆さんもゲットしてみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。ロレアルさんありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。